皆さんこんにちは。博多駅に来ています。九州福岡県の中心地ですね。博多駅、新幹線も通ってます。空港も近いです。最高にね、便利な土地。出張とかでね、博多に行ったらなかなかね、帰りたくないっていうね話も聞いたりするような魅力ある土地です。この博多駅周辺ではやっぱりね、グルメが僕はね大好きなので、今日はグルメ旅ということで、どんどんね食べていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。さて、城屋さんというねパン屋さんにやってきました。こちらは博多駅一品通りというね駅の構内にあります。サニーパンというパンですね。中にはたっぷりの滴るほどの練乳が入っているんですね。こちらもね、なかなか歴史のあるパンということになっていて、昔からね愛されている、そういったパンなんですね。福岡の名物の一つです。さあ、この日は地下鉄1日券を購入しました。地下鉄1日券ね、やっぱり結構お得なんですよね。お値段640円ということで、3、4回乗ればね元が取れるということになっています。博多からは空港線、そして最近ね延伸されました七隈線がね通っています。いや、ちょっと七隈線通ってみたいなということで、こちら空港線から七隈線へ乗り換えできるルートがありますので、こちら新しいですよ。本当に新しいです。何年か前にですね、博多駅の前の道路が大きく陥没した事件っていうのがあったと思うんですが、記憶に新しいと思うんですが、実はですね、その時この七隈線を博多駅まで延伸する工事をしていたんでね、関係あるんじゃないのなんて言われたっていうことがありましたけれど、ついにね、さまざまな紆余曲折ありながら開通したということなんですね。地下鉄七隈線、空港線と七隈線の乗り換えの通路なんですが、めちゃくちゃかっこいいですね。ハイテクでございます。マリオカートかなって思ってしまうくらいね、かっこいいんですよね。床の矢印もちょっとね、速く走れそうな感じがしますけれども、まあ、ゆっくりね冷静に歩いていきたいと思います。さあ、こちらのホーム、新しいホームですからやっぱり綺麗ですね。こちらが開通したのは2023年の3月。本当にできたてほやほやなんですね。案内板や駅の表示名もかっこよくね、電光掲示板のような形でされています。視覚的に非常に分かりやすい案内に変わっているので、こちらはねとてもいいことなんじゃないかなと思います。さあ、七隈線橋本というね駅まで行きます。かつては博多駅ではなく天神までしか来ていなかったんですね。しかも空港線の天神駅とちょっと離れた場所になっていました。地下街を通って地上に出ることなく乗り換えはできるんですが、結構ね歩くんですよね。天神南駅という名前で、天神駅とはねちょっと別だったんですよね。なので七隈線のね駅に行きたいなっていうことであれば、博多から天神まで行かないといけなかったんですね。そこから歩いて天神南駅乗り換えて、ようやくね七隈線に乗れるというルートだったんですよね。現在は博多駅から直接七隈線に乗れるようになりました。非常にね便利になりましたね。七隈線はね、どちらかというと観光で使われることは少ないのかなと思います。どちらかというと空港線の方がね、観光地いっぱい巡っていくということにはなるんですけど、私は今回ねあえて天神に来るまでこの七隈線を使ってみました。もともとねもう一線ある貝塚線と合わせて福岡の地下鉄は全部乗っていたので、またね乗れてない区間が発生してしまったということだったので、いても立ってもいられず、今回はね新しい区間乗り通してみました。この区間ですね、そんなに距離は長くないですね。2駅分ということになっています。この区間を乗り通して、またね福岡の地下鉄を乗り切ったぞって感情でございます。さあ、この天神からまた移動していきたいと思いますよ。まずは空港線のね元々の線路の方に戻りたいと思います。本当にねこの一部区間に乗るためだけに七隈線に来ました。最初から空港線に乗っていればよかったんですけれども、さあやってきたのは空港線の天神駅から3駅6分で着くことができる東神町でございます。東神町は何の最寄り駅かというと、福岡ドームですね。福岡ペイペイドームになりますね。
ヤフージャパンとかヤフオクとかね、そういう名前だった時もあります。今はペイペイドームということですね。こちら今日はね、試合やってないんですけれども、やってきた理由があります。こちらがドーム、そしてその隣にできた新しい就業施設、いいぞ福岡ですね。こちらが面白いんですよね。メジャーリーグのカフェ、 MLB カフェっていうのもありますし、なんか今ね、外壁にちょっと滑り台がついてたんですけど、こちらの大人もできるんですよね。滑り台、おーっとね、下がれます。さらには王貞治ベースボールミュージアムというのがあります。ちょうどね、この時オールスター前だったので、オールスターのね、出場選手の投票というのをしてました。私も一野球ファンですから投票してみましたよ。ちょっとだけね、あのひいきのファイターズの選手多かったかもしれませんが、しっかりとね、選びました。さて、王貞治ベースボールミュージアムですね、野球パークっていうのもありまして、そちらでは野球ができるんです。すごいですよね。打ったり投げたり、スピードガンがあったりね、バッティングセンターみたいになっていたり、あと守備とかもできるんですよね。キャッチボールもできます。もう非常に楽しいところです。野球興味あるな、好きだなっていう人はぜひ行っていただきたいですね。福岡行ったら王貞治ベースボールミュージアム、ぜひ行っていただきたいです。さて、続いてお腹がね、減ってまいりましたということで、やってきたのは中洲川端の川端側にあります鈴掛というね、和菓子のお店になります。もともとはいちご大福とかがね、美味しいっていうことで聞いて、私も行き始めたんですが、現在はね、日比谷とかにもあるんですけれども、この福岡の川端の方にあるのがね、本店でございます。一緒に行った友人は白玉ぜんざいとね、お茶がついています。私はカツサンド、いや、カツサンドが和菓子屋さんであるんだなという感じですけれども、レストランが併設されております。せっかくなので白玉ぜんざい、友人のちょっと一口いただけるということで、ありがたくいただくことにしました。美味しそうですね。鈴掛さんはあんこが非常に美味しいです。きめ細やかなんですよね。とても繊細で美味しいんですよね。友人は緑茶も頼んでいました。おかわりもね、ついてくるみたいです。私のこのカツサンドも負けていません。非常に美味しいですよ。ちょっとね、からしをつけていただきたいと思います。これもね、また味が変わって美味しいですね。お肉もしっかりとね、薄めのお肉で、僕は好きですね。カリカリとした食感、ちょっとね、喫茶店チックな感じで、いやー美味しいですね。大満足です。ここは本当に大人気なので、必ずね、待ちが発生しているというところなんですけど、今回はね、待ってでも食べたいなということで、鈴掛さんの本店やってきました。中洲川端駅ね、川端側から出ると非常に便利です。そしてやってきました、本日のメインディッシュでございます、博多花みどりさんです。花みどりというね、鳥がもうありますけれども、それはね、知ってるよという方もいらっしゃるかもしれません。こちら花みどりさんは水炊きのお店でございます。中洲側にやってまいりました。中洲が本店なんですね。もう今やもう埼玉とか東京とかにもありますよね。もう至る所、大都市にもね、あるという感じなんですけれども、その水炊きのね、お店、本店はこちら福岡の中洲なんですね。今回は水炊きお鍋でね、いただいていきます。お通しが出てくるんですね。このお通しからも美味しいということでございます。水炊き、どんなお鍋かと言いますと、まず最初にね、具を食べるより先におつゆからいただくというね、スープを、本当に美味しいんですね。こちらは水炊き唐揚げ、水炊きのね、お味がする唐揚げなんですね。水炊きって水で炊いてるんじゃないのっていうことなんですけれども、スープはもうね、これ水ではありません。もう本当に美味しい鶏のお出汁がしっかりと出たスープなんですね。まず最初にこちら、おネギと塩、ね、少しだけ入れたものにスープを注ぎ込みます。こちらをいただくところから、花みどりさんでの水炊き体験は始まるわけですね。まずね、ゆっくりとこのスープを飲んで癒されます。これはね、美味しいですね。鶏のお出汁のスープ、どうしてこんなに美味しいんですかね。これが食べたくて行ってしまいますね。で、中洲本店さんはこのように個室にもなっていますので、非常にね、過ごしやすいです。ゆっくりと過ごすことができます。
そしてじゃあぶつ切りですね。鶏も美味しいです。花緑ってもはやブランド化しておりますけれども、とってもね美味しい鶏をいただくことができます。今回友人がね、馬のレバー、こちらをね食べてみたいということで、ごま油と塩なんかをつけてね食べてみました。こちらもね美味しかったです。やっぱりでも美味しいのは水炊き唐揚げでございます。こちらはねナンバーワンでございます。めちゃくちゃ美味しいです。必ずね頼んでしまいます。水炊き、これだけでも結構ねお腹いっぱいになるんですけれども、どうしてもねこの水炊き唐揚げが美味しすぎて毎回サイドメニュー頼んでしまいます。水炊きの中にはぶつ切りの他につみれも入っています。そしてレバーとかもね入ってるんですよね。こちらに味変ということで柚子胡椒をちょっとつけていただくという感じなんですよね。そのスープのままでも美味しいんですが、こうした薬味をつけたり、あとはポン酢、花緑のポン酢はねとにかく酸っぱいというかね酸味が強いということで有名なんですよね。こちらをねつけていただきたいと思います。さらにお楽しみなのがこれだけではないんですよ。最後ソップ飯というね締めがあります。締めはね麺かご飯かお選びくださいっていう風に言ってくれるんですけど、断然ご飯がおすすめでございます。これ本当に美味しいです。ソップ飯という締めはですね、この水炊きの出汁にご飯を入れて卵を入れて雑炊のようにして食べるんですね。お店の方がこのように作ってくれるんです。これがまた絶妙なんですよね。この味をね出そうと思ってもなかなか出せません。本当にねこればかりはこうしてついで一杯目はねついでいただくところまでやっていただけます。この締めまで含めてやっぱり花緑でのお鍋体験ということになるのかなと思います。水炊き体験ですね、いいですよね。これ一つだけっていうんじゃなくて、いろんな楽しみ方があるんですよね。スープをいただいて、お肉をいただいて、野菜をいただいて、最後に締めということなんですよね。非常に美しい流れです。いやー、今回は博多でのグルメ様々巡っていきました。いかがでしたでしょうか。甘いものからしっかりとしたお食事まで、いやー博多に来たら食い倒れてしまいますね。本当にご飯が美味しい土地だなと思います。全国旅行してね、どこが良かったっていう質問を結構されるんですけれども、ご飯というところでね、ご飯の種類バラエティに富んでいる、そしてね料理の面白さというところではね、福岡やっぱり名前が上がってしまいますよね。福岡空港の中にもグルメありますよ。三日月さんクロワッサンのお店です。紅茶味とかチーズ味とかメプラジなんていうのもねありました。あと私が好きな明太子のね料亭近江さんのショップもあったりするんですよね。福岡空港すごいですね。梅ヶ谷餅の冷凍とかも売ってるので、それもねお土産にすることができます。最後に航空会社のラウンジ、桜ラウンジですね、 JAL のラウンジにやってきました。いやお土産もたくさん買い込んで、友人はビールを飲んでいました。さあ東京に帰りたいと思います。動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。今回この動画はここまで。最後まで見ていただきありがとうございました。